皆様、こんまきーのー。本日、本来であれば、牧野あきらの諦めないラジオが始まる曜日、時間になるんですけれども、本日はですね、ちょっと、この間の茶を芝く会でもお話をしたように、牧野が絶賛お家にいない期間ということで、今日はね、こちらの動画をお送りしたいと思います。はい。もしかしたらね、リアルタイムでチャットに参加とかできてたらいいなーなんて思うんですけれども、早速なんですが、BGM ね、流していきましょうね。はーい。割とね、いつもの雰囲気に近い感じでお送りいたします。ね、ちょっと、そうですね、この映像の私が皆さんと会話ができないのはちょっと残念かもしれないんですけれども、今日はね、まあ、最近見てくださっている方に向けて改めてね、自己紹介とかできたらいいなーっていうのと、後半は、最近私が配信、実況配信をしておりますゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの、2回目のね、配信のアーカイブからちょっとね、いろいろお話お届けできたらなと思っております。お付き合いください。はい、そんなわけでですね、今日もね、この V ロイドちゃんを使って にっかり、にぱーっとこうね、表情を、変える暇があるのか余裕があるのかわからないですが、楽しみながらお送りいたします。はい、そんなわけでですね、最近私牧野ですね、待ちに待ったゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムというゲーム配信でもね、やらせていただいてるんですけれども、いつもね、見に来てくださってる方ありがとうございます。見てくださってる方ありがとうございますね。この間までね、この間までというか、まあ、ティアキンをプレイし始める前はデスストランディングディレクターズカット版のプレイというのもやっておりました。そちらもね、結構楽しんでくださっていた方とか、ゲーム買いましたなんて言ってくださる方もいて、すごい嬉しいなと思ってたんですけど、そちらもね、2作目制作が始まっているというお話を聞いて、デスストランディングディレクターズカット版も牧野ね、遊ばせていただいて放送もさせていただいておりました。すごいね、そちら、味わい深いキャラクターにストーリーにね、追っかけてくださった方もいたみたいなんですけど、この間ね、コメントでごめんなさいね、コメントで、最後までは流さないんですねってコメントね、くださった方がいて、確かになって思ったんですよ。そう、スタッフロールが流れるあたりまでは一応やったんですけど、放送にね、載せてプレイはしたんですけど、最後の最後ね、やった人はわかると思うんですけど、最後の最後は、ちょっとね、公開せず。まあ私ね、一応一回プレイしてクリアはしてたので、私自身はね、一応知ってはいるんですけど、そう、そんな感じでちょっとね、申し訳ない途中までのお送りだったんですけどね、ちょっと大きいかな、こんな感じかな。そうでね、デスストランディングとりあえずね、終了いたしまして、今はね、ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムということで、こちら前作がブレス・オブ・ザ・ワイルドというね、作品、オープンワールドのね、作品だったんですけれども、これがすごい面白くてね私もだいぶハマってね、プレイしていたゲームが前作のブレス・オブ・ザ・ワイルドだったんですけれども、はい、今回ね、待ちに待ったティアーズ・オブ・ザ・キングダムという続編が発売されるということで、こちらもね、すごい楽しみにしておりましたね。え、私の周り結構ブレワイやってた人多くってね、そういった影響もあったんですけれども、はい、さて、そんなね、ブレワイのショート動画最近作ったりとかしてて、そちらからね、見に来てくださってる方ですとか、チャンネル登録ね、してくださった方がいると思います。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。にっこーにへーはい。
私ですね、牧野明なんですけれども、もともとリアルの活動とかをね、ずっとしてた人間で、結構ね、その頃から のファンの方とかね、つながりのある方というのが多いかなと思ってたんですけど、今回のね、その実況動画とかから見に来てくださってる方は、あんた誰なのっていう方が多いんじゃないかなと思うんです。あはははは、あはははは、はい。そんなわけで、簡単にちょっとね、私の自己紹介とか話そうかなと思います。まあ、興味なかったら飛ばしてください、大丈夫です。はい、牧野明と申します。ちょっとね、何も資料が準備してなくて申し訳ないんですけれども、牧野明と申します。ご覧いただいているマキソングというチャンネルが、もともと私牧野が、歌のね、活動をしている中で YouTube でね、開設したチャンネルになります。この YouTube のね、チャンネルっていうのは、あんまり使ってなかったんですけど、まあ、コロナをきっかけにね、やっぱライブすることが難しい期間があったりですとか、なんかね、そう、活動ができない期間とかが結構あったりとかしたんですよね。で、そんな中で、お家からでも、こう歌をね、聴いてもらいたいなとか、届けられるような場所とか、そういうのを作っていきたいなと思って、なんですかね、頑張ったのがご覧いただいているマキソングというチャンネルになります。はい、なのでね、最初の頃はほとんど歌ってみた動画とかセッション動画が上がっていると思います。はい、それが私です。はい、もう全然ね、今も歌ってみた動画とかはもう生身の体と顔でね、やっているのであれなんですけど、まあ今のところね、あんまりなんかその VTuber みたいな活動っていうよりは、なんだろうな、みんなに楽しんでもらうのに、こういった Vloid ちゃんとかを使ってね、放送をね、してみたいとかしております。にっこりにっこりにっこにこ、はい、そんな私なんですけれども、まあもともと歌の人だと思ってもらえたらいいかなと思うんですけれども、そうですね、まあ、歌の活動、まあ、ボーカルはもちろんなんですけど、作詞のね、作詞の仕事もしたりとか、あとはね、見ていただいているチャンネルも動画作ったりとかもしてますし、仮歌ですとかね、いろいろやらせていただいております。はい、でね、今はイーストニューサウンドっていう、東方アレンジのサークルに所属をして、メンバーのね、一員として活動をしているところでございます。そんな私はもうね、特に隠してないので言っちゃうんですけど、間違えた顔。そうですね、こんな喋りをしていますけれども、私今年で、まあ2月でね、2月誕生日なんですけど、2月で、まあ35歳という、まあそろそろぼかそうかなって思うような年になってまいりました。はい。そんな私なんですけれども、まあまあね、まあこれだけ長く活動してればね、そりゃあまあ年も取るよねっていうところで、まあ、35歳の今もね、特に変わらず歌の活動をね、メインにしているわけなんですけれども、今ね、イーストニューサウンドの楽曲ちょっとかけさせていただいております。こちら春の鼓動というね、名曲です。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあイーストニューサウンドにもね、加入したのが割と最近なんですけど、去年一昨年、覚えとるよ、覚えてろよって突っ込まれそうですけれども、まあまだね、ちょっと浅いんです、メンバーとしては、浅いんですけど、やっぱりこの年になってもね、新しい場所で自分の歌をね、なんだろうな、良いとしてくれる人と出会えるっていうのは本当滅多なことではないので、これからもね、頑張っていきたいななんて思ってるんですけど、そんなね、イーストニューサウンド、今ね、夏コミ
夏コミに向けて制作を頑張っているところということで、いろんな方にご参加いただいて、またね今回も名曲を生むべく頑張っているところであります。なのでぜひね、マキノはもちろんなんですけど、イーストニューサウンドというねサークルも応援してほしいななんて思っております。はい、そんな私なんですけど、ま、なんだねえ、その最近私のことを知ってくださった方はちょっとね、私のことを押しづらいと感じるポイントが実はあっていやちょっとね、あはははははは、はい、私ですね、実は今年の5月に、入籍をいたしまして、人妻属性がつきました。おめでとうはい、その時の動画というのもね一応出させていただいていて、いろんな方にコメント反応いただいて本当に感謝なんですけれども、本当ありがとうございます。ちょっとねそのあたりからコメント返せてないんだよね、ごめんなさいね。はい、ただね結構毎月みんなこうやってやってるね牧野あきらの諦めないラジオ、みんな遊びに来てくれるので、割とね直接お礼を伝えるとかね、言葉を交わすような機会というのも作らせていただいていて、私はねそういう方がいいなーなんて思っている感じでございます。そんなわけで私牧野あきらは人妻なんです。一応これでもこんなしゃべりしてるけど35歳人妻ということでやらせていただいております。はい、あははは、はい、ただねなんかこう動画でも話してたんですけど、なんかね結婚した人妻になった人の妻になったっていうことで、なんかねなんだろうな、見方を変えてしまう人とかねやっぱりいるかなっていうのは思っててね、現状でもやっぱりそれ、まあ別にそれが理由ってわけじゃないかもしれないんですけどね、少なからず私のことを女として見てた人はあんまりそうだな応援したくなくなったんじゃないかなっていうのは思ってて、ただねそっちの動画でも話してるんですけど、なんかねもともとあんまり男女の概念っていうか、なんか自分をあんまり女だと思っていない人で私は、はい、なのであんまりねそういうの気にしないでぜひね接していただきたいし、動画もね配信も見に来てほしいななんて思っているところであります。はい、まあ利点もあると思うんだよね、利点、うん、なんかさその活動をさやめちゃうタイミングとかきっかけとかがみんな結構やっぱそういう部分にあったりとかもして、区切りをねやっぱつけたりとかする人もいると思うんです。うーん、一応ね私はそうね、できる限り歌っていたいし、こういう YouTube のね配信の活動とかもねやっていたいなと思ってる人なので、またね特になんか所属してるわけでもないし、事務所に縛られてるわけでもないし、今見てもらってる V ロイドちゃんもこれは牧野さんが勝手に作って使い始めたものなので、なんかこう急にそうね、まあ、ちょっと言いにくいですけど卒業しますとかね活動をやめますとかそういうことがない、今のところない上に私はもう人妻属性だから、仮にね、仮あったら困るけど、なんかこの先今私人妻属性ついちゃったから、将来的に結婚しますっていう報告を聞いて傷つくということがない、わー素晴らしいはい、そういったメリットもあります。逆にあるメリットがはい、あとはねまあ普通にまあチャットにもね、旦那まだ仕事なのとか言ってる人がいたりとか、なんすかねその隠してることがないので、そうね隠してることがないから、なんて言うんですか彼氏持ちバレみたいなことは
ないですよね。ない。いやちょっとちょっとあれ、うんうん、ちょっとね、こういう話して嫌がる人もいるかもしれないけど、はい。まあなんかそういう、なんだろう、新たにそういうことが発覚して視聴者さんとかがショック受けるみたいなことはないと思うので、それがメリットだなって思っている私です。気にしないで見れる、応援できるのが私牧野明ということで、ぜひ応援してほしいな、見てほしいなと思ってるんですけれども、逆にね、なんかなんだろう、人妻じゃない、人妻っていう、そうね、経験値がある、一応ね経験値として捉えてもらえるならば、それをね、うん、まあそんな私にね、いろいろ相談とかしてくれてもいいんですよと思っているところでございます。はい。まあ、何にせよね、歌の活動とかはね、これからも変わらず今のね形で続けたいなって思ってるのでね、もうこれから35オーバーになっちゃうけど、まあ、世間的にはババアかもしれんけど知れんけど、心はねいつまでもフレッシュで楽しくやっていきたいなって思ってるので、よかったらね、あの私のこととか、私のねしゃべりとか、私の声とか好きだなって思ってくれたら見に来てほしいなって思ってます。よろしくお願いします。ニパーニパーニパー。はい。まあそんなね私なんですけど、まあなんだろうな、うん、歌、なんで歌始めたのかなみたいなね話とかもしたいなとは思ってたんですけど、もともとね、喋りとか動画とかね見てもらってたらわかるかなと思うんですけど、根っからのオタクなんです。根っからのオタクだし、まあ、世代的にはねセーラームーンとかレイヤーズとか、そのあたりがめちゃくちゃ、そうね、あのきっかけとなった作品だったりするんですけど、まあそのね1990年代からね今の今まで結構いろんな作品見ている人間なのでね、おたしたい人は一緒におた話してほしいし、あとはねゲームも、結構ねいろいろやってるんですよ。スーファミからやってて、プレステでいろいろやってて、プレステ2とプレステ3、4、5と今ねやってて、で全然ねあの任天堂さんの作品っていうのはあんまり触れてこなかったんですけど、今回ね、まあ、カービィとかやってたかな、マリオもね、あの今話題になっている RPG とかもね、マリオ RPG とかねめっちゃ好きでやってはいたんですけど、まあ、ポケモンとかあんまりやってなくて、まあでもね、今ね、ゼルダっていう名作をゲームね、プレイし始めて、すごい楽しいなと思ってるので、どこでね、何にハマるかわかんねえなとは思うんですけど、はい。他にもね、アトラス作品が大好きだったりとか、ペルソナですとか、あとはメガテンね、メガテンとかもやってたし、まあ FF シリーズだったり、最近のはちょっとできてないんですけど、FF シリーズだったり、ロマサガシリーズ、サガフロシリーズだったりとか、まあね、結構いろいろやってはいるので、ね、ゲーム好きな方にもぜひ遊びに来てほしいし、絡んでほしいしね、一緒に楽しみを共有していきたいななんて思っている私でございます。はい。さて、あのこの間ね上げたショートの動画に、声が可愛いってコメントくださった方がいて、今も見てくれてるかな今も見てくれているでしょうか。ありがとうございます。すごい嬉しかったんですけれども、まあ声に関して言うと、私もう両親からねもらった宝だと勝手に思っているところがあって、まあなんだろうな、なんつうかね、まあ肉体的なものってやっぱ遺伝子じゃないですか。でうち父親も母親もめちゃくちゃいい声してて、まあ、その合わせ技が私なんだなぁ、なんて思ってるんですよ。で、姉もね、いるんですけど、姉もね、すごく素敵な歌も歌うし、声も持ってる人なんですけど、まあ、私自身もね、結構自分自身の声っていうのはすごい好きで、ただね、このストッキョでおかしな喋りっていうのは、
しゃべりっていうのは私がまあそうですね、今までの人生で、育ててしまったね、言われもないこのしゃべりだと思っているので、まあ、合わせてね楽しんでほしいななんて思っています。よろしくお願いします。なんかあれだよね、配信でさ喋ってるとさちょっと思うのは、35歳にもなってこんなしゃべりしてていいのかなってちょっと思うわけです。まあでもね、何より私はこのしゃべりはね、自分自身のためにこういう表現とかしゃべりをね選んで発信しているところがあるのでね、なのでまあ後悔はしないし、できたら周りの人にも一緒に楽しんでほしいなと思っている感じでございます。そんな感じかな。出身はね栃木県、栃木県で、今まで会った人には東北出身なのとか、アジアの人ですかとか言われたことがあります。はい、そんな牧野の自己紹介でございました。まあ、いつでもね気軽にお話ししてほしいなと思うし、チャットにもね遊びに来てほしいななんて思うわけであります。はい、そんな感じでさあ後半戦参りましょう。あらよ、ちょっと待ってね、ポンポンポン、これ乗ってんのかな、乗ってないなきっとな、ポン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 、わー、はい、そんなわけで後半ね、あのゼルダの私のティアキン配信のですね振り返り的なのをちょっとやろうかななんて思っておりますね。あんまりさ、やっぱ実況ってさ見るタイミング難しいと思うんですよね。なんか時間も取れなかったりするし、ながら見にはちょうどいいと思うんですけど、そんなわけで今日はね、あの動画で私が実況一番最初の回であの動画ね作ってあげたりとかしてたんですけど、以降をショートでしかあげてないんですね。でシャープ2の回をほとんどあの触れずにいたので、ちょっとそこをねついばみながらご紹介していこうかなというか、振り返りしていこうかなと思います。それではどうぞ。はい、やっていこうと思うんですが、そうね、今ね空島にいるんですよ。一番最初にね、ゼルダ姫と離れ離れになってしまって瀕死を負ったリンクがラウルさんに助けられ、この始まりの空島に降り立っていたわけなんですけれども、はい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 、そんなわけでとりあえずですね、この空島から旅立とうと思うんですけれども、うん、我がふるさとハイラルへと参ろうと思います。はい、そんな牧野さんですけれども、まあ、これね最初まあプロローグがあってで、リンクがね目覚めたのが始まりの空島という空のステージなんですね。で空のステージを今クリアして地上に降り立つのか降り立たないのか、どっちなんだい俺の筋肉というところでございます。それでは行ってみましょう。これどうなのかな、降りちゃっていいのかな。なんかさ前回みたいにさパラセールとかないからさ、パラセールね、飛ぶやつね、ちょっと池があるなら大丈夫だと思うけど、池ぽちゃでね、だいぶね、はいはい、うん、あ、ダイビングダイビングおダイビング、もう不意が多いですね、不意打ちがね、大丈夫だろう、大丈夫だと信じて信じて。おらー、うわー、あ、うお、怖い怖い怖い、おいやーい、いやー、うん、無事池着地、池ぼちゃ。あ、っていうかもしかして日が暮れるところですかこれ。ハイラルの大地、ハイラルの大地やってきました。同じこと言ってたわ。とりあえず岩拾いたくなるっていうね、大地に降り立ってやったこと、岩拾い。なんだあれ、なんかいろいろ突っ込みどころが満載な画角。
なんかあれは敵陣っぽいのがあるし、あそこにはなんか誰かが作った要塞みたいなのがあるし、あそこにはなんか板があるね。あれ？あれ？おう、おう、えい、あ、遠かった。全然当たんないわ。ゆるいなこいつ。ヘタピしてる、ヘタピしてる。おらあ、ゆるゆるですね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。おお、あ、これね、いっぱい持ってた。ありがとう。なんかスタートしたてだから、もう体力、ハートがねめちゃくちゃ少なくてね、もう序盤もたくさん死んだんですけど。イエーイ、草刈り草刈り。平和だなお前。小麦は？お米は？出ません。これは何？使っていいの？くっつけるってことかな。それで回んのかな。あ、でも回ってる。あ、大丈夫だ、回ってるわ。いや今回のさ、ティアキンさ、すごいのがさ、もうこのシステムなんだよね。なんか組み合わせて物を作るとかね、なんか自由な発想でできるのがマジすげえなと思っている私です。おー、わーお、うん、うん、えへへ、あは、大丈夫かお前。こんな感じだ、行くぞ、よっしゃ、うん、おーおーお、こうした方が良さそう。なんか変な気がするけどな。なんか、いいのかなこれで。いいのかな。こう。おお、それっぽい。これはなかなか考えましたね。こういうリアルでというか、ゼルダでこういうものづくりをさせるという。はっしゃ。おお。おー、一つ稼い。あんまりなんか作れないんだよな。おい、おい、待て待て待て、おいおいおい、どうしたどうした、おいおいおい、おい、お、お、ん、え、うん、え、何、え、え、え、錯覚かと思ったら錯覚でもないっていう。動き出したんだけどこいつ。いやー、エブボブさんって言うらしいんですけどね。はい。こっち来るなぁ。いや、怖すぎ。ホラーじゃん、ちょっと。ホラーだそうです。ゼルダはホラー。ほら、頭どこだろうね。頭わかんないね。頭ないのかなぁ、ブブブブさんね。やめねぇ。新手のストーカー。ほら。何言うてはんの、あなた。そう、あちあちしてたね。トカゲ、まだ平和だったんだなこの頃はって感じしますね。いや、うん、慌てますわこれ。まあ木だったね、木だったよねあいつね、木だった、確かに木だった。いやびっくりした。発射オーライ、オーライ。他に木の敵いるかな、大丈夫かな。体中移動で曲がれたらいいのにな。あ、おお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 おい、発射オーライ。これ歩いて行った方が早いんかな、もしかして気づいてしまったか。あー、いいですね。そんなに見えませんか私のことが。そんなに見えませんか。なかなかね、気づいてくれなかったんですよね。いやだ、待って待って、ちょっと強そうな武器。あお、わお、あわわわ、大火事大火事、大変大変、野焼きしてる野焼き。お、これこんな武器だったの。わお、あ、投げられた、石投げられた。よっしゃうん、あいつらの食いかけか、汚ねえな、汚ねえな。
汚ねえな。しょうもな。もうちょっとしょうもないな、ね。なんかもうちょっとね。まあ綺麗に飯を食えていたいんでしょうね。馬、お馬さん乗りたいですとっても。お馬さん。あ、イノシシもいるけど。お馬さん、お馬さんちょっと僕のパートナーになってよ。どうやんだっけ。なだめるなだめる。お、大丈夫そう。じゃあこのままちょっと目的地まで一緒に行って頼むぜ。はいよあ、なかなかキカンボちゃんですね。かわいいな、キカンボちゃん。あ、気球。あこれは地底ですね。地底に続く穴がね、最初ここにあったんですけど、この時はね、ビビっておりませんでした。あ、砦みたいなところがあるよ。さっき見えたとこかな。ね。ハウハウ。ハウ。ハウハウ言いたくなるよね。ハウハウ。ついね、リンクに釣られてね、ホウホウ言っちゃうんだよね、私ね。ハウハウ。ハウハウ。ハウハウ。言い過ぎだろ。リンク殿、リンクの殿ですよね。噛んだろよ。今までどちらに？なるほど。チェッキーだよね、プラさんね。チェッキー、ご無事なお姿を早く見せてあげてください。まあ、あれですね、ゼルダね、セリフがフルボイスとかではないのであんまりね、ないんですよ。音声のセリフっていうのがあんまりないんですけど、ちょっとね、補足かてら私が読ませていただいていたりとかします。いっぱい人がいる、はい。リンク殿、今までどちらに？チェッキー！来た！あー！おじさん！ロベリーさん！ロベリーさんか！ロベリーさん！グッモーニン！ラブリーなモーニンじゃな！で、ヘイユー、どこに行っておったんじゃ？このロベリーさんの喋りは、ちょっと自信ある。もう私の脳内そのままをね、ちょっとね、出したロベリー G。わあ、変わってないね。ロベリーさん変わってないね。これショートにも出すか。いやいや、話は後じゃ。ともかく今はプルアのところへ。ハリアップじゃ、ハリアップじゃ。イケイケのロベリーおじいちゃん。かっこいいわ。かっこいいよな。チェッキーしてくるか。チェッキー。おお、おお。え？あ、あんた。今までどこに？今のはね、ちゃんとイベントシーンの声優さんの声でございます。幽霊じゃないわよね。何があったか教えてくれるわよね。いや、そっちこそ、そっちこそ、俺の知っているプラじゃない。はい、そうなんですよね。ブレイスオブザワイルドでは、このプラーっていうキャラクターは、子供のね、若返りの薬を飲んで、若返りすぎちゃった、幼児のね、姿で登場していた、チェッキー娘でございます。はい。それがね、今回、こんなことになってしまってどうしたという。リンク、帰ってきたばかりで悪いけど、浮かんだハイラル城の下で、あんたたちを探している捜索隊に合流してくれる？隊長のホスタっていうのがいるから、協力して姫様を一刻も早く見つけ出して。ええ。あんたをひどい目に遭わせたミイラがまだ近くにいるかもしれないけど、今はそんなこと言ってられない。頼んだわよ、リンク。チェッキーどうした？チェッキー、チェッキー言ってくれないんだよね。チェッキー、チェッキー可愛かったのに。まあでもいいね、いいね。萌えキャラというか、チェッキーお姉さんキャラというか、いいね。はい、そんなゼルダ、2回目のね、実況配信の模様でございました。いかがでしたでしょうか。本当はね、もうちょっと尺あるんですけれども、長さあるんですけど、ちょっとね、まあ
長くなりすぎてもあれなのでこれぐらいにしておこうかなと思います。はい、あとはねアーカイブ見てもらえたらと思うのでよろしくお願いいたします。はい、ねえチェッキー姉さんさんどうしたのよ。チェッキーね、いや結構子供プロは好きだったんだけどな、子供プロは好きだったんだけど今回はねお姉さんになっちゃったっていうことでね、本人の目的はね果たされてるんですけど、ちょっとまあチェッキーがなくなっちゃって残念だなーなんて思っている牧野でございました。はい、そんなわけでね絶賛今日ねこの動画が公開になっているタイミングで私北海道に、行っているんですけれども、北海道どこにいるんだろう、ちょっと待ってね、北海道のゴールデンカムイの聖地巡礼ということで参るんです。はい、この日はどこだろうちょっと待ってね、多分ね網走監獄に向かうところかな、網走夜多分網走周辺のキャンプ場にインということで網走にいるんじゃないかなと思われます。うん、そうね7月1日網走にいる予定、オホーツク会を見て網走にいる予定ということで無事つけたのかどうか、牧野のねツイッターですとかできたらねちょっとコミュニティの投稿にもねあげたいななんて思ってるんでお楽しみにしていってください。そんなわけで今日の、このね牧野明の諦めないラジオ大打編ということでお送りをいたしましたか、過去突然のまたね、いろいろね北海道の動画ですとかね、出せたらいいなと思っているのでティアキン配信はもちろんラジオ配信ももちろん、そういった動画ですとかあとはね来週の8日には、いろんな方にお手伝いいただいてご参加いただいて完成した動画が公開となりますので来週もぜひマーキソングチェックしてくださいということでニコニコニコこれからもマーキソング頑張ってまいります。一応ね目標が今年中にチャンネル登録者さん1000人を目指して頑張っていきますのでよかったらぜひぜひぜひ面白いと思う動画とかあったら他の方にも勧めてみたりとかねよかったらしてやってください。というわけで牧野あきらでした。今日ね見に来てくれた皆さんチャットねしてくれた皆さんありがとうございました。明日は日曜日かな、いい一日になりますように。あとまたね生配信でラジオ配信もねしたいと思うのでまた遊びに来てください。お相手は牧野明でした。マーキソングよろしくね、またね、バイバーイ、おやすみ。